いらっしゃい。はっきり言って。しがな、お主。込めた真心隠し味、今回はお客様。おう。さあ、ご注文はいかが。お任せあれ。お待たせいたしました。以上でよろしいですか？かしこまりました。どうぞお召し上がりください。以上でよろしいですか？またのご。
you
来ましたぞ。私が用意したあれだけの罠をかいくぐってくるとは。だがもう限界の様子。随分とやられたもんだ。ざまあないな、コルネリウス。生きていたのか、イングベイ。邪魔になった俺を葬ったつもりだろうが、残念だったな、魔法使い。どうあっても約束は守ってもらうぜ。さあ、分け前をいただこうか。タイタニアの秘術とやらを出してもらおう。干上がった川の口うるさいカエルめ、お前ごときに釣り合わぬ宝よ。そいつのようになりたくなくば下がっていろ。このティトレルの指輪がまだこちらにあることを忘れるな。ふん、その指輪をよく見ろ。本物はどこだろうな。なんだと、少年の腐った小僧め、後悔することになるぞ。イングベイ、聞け。ベルベットが、姫が生贄として捕まっている。そういうことだ。抜かりはない。お前たちは双子だったな。私に忠実なしもべ、ドラゴンのベリアルがこの先で生贄をお前に控えておる。卑怯者め。人のことは言えまい。お前が逆らうなら、あの娘もここで始末する。だが本物の指輪を渡すなら助けてやるぞ。そうかい。傷は治ったはずだ、コルネリウス。行け、ベルベットを頼む。ドラゴンを相手にしようというのか。動くな、ウルズール。お前の相手は俺だ。指輪を渡す気はないようだな。あれが魔法使いのしもべか。離れよ、ドラゴン。その人に触れるな。お前の方こそ猿がいい。近寄る者はこの牙の餌食とせねばなら。それがウルズールの命令だ。誇り高い竜がどうしてあんな魔法使いに従うのだ。心臓を締め上げる鎖で支配されている。あいつの命令に逆らうことができない。お前が私を葬る力を持つのは救ってくれ。この縛られよどんだ魂を。もううんざりだ。この地下水路に隠れ住み、命令で人を食らうのは。私を哀れだと思うなら殺してくれ。
このままではまずい。 まさかやられたわけではあるまいな。 起きろ、ベリアル。 よーし、戦え。 まだ死ぬには早いぞ。 どうした？言うことを聞け。
肉締め上げようと無駄だ。すでに我が心臓はえぐられてない。なんだと、お前はもう。その通り、こうなっては竜も長くはない。引き際をわきまえるのだ。魔術師よ、悪魔の契約が切れる時が来た。ま、待て。我が命は今尽きる。さあ共に行こうぞ。父上、魔術師は生贄の脅威とともに死の女王の統治する国へと去りました。タイタニアに刺した影は消えた。コルネリウス、わしに王の資格はない。国はお主に委ね、王位を退きたい。私は見ての通り獣の姿。プーカの王など国民は納得しない。弱気になっている場合ではありません、父上。この上は自ら招いた混乱に国王として責任を取るのです。王の資格がない王ならなおのこと、タイタニアに王道を示す時なのです。民に心を向け、誠意を持って公正な政治をなさってください。コルネリウスの最後の願いです。お聞き届けください。どこへ行く、コルネリウス。プーカはプーカの住むべき場所へ。私もあの人への思いに幕を下ろさねば。ベルベット姫、森で待ち合わせたあの時、あなたに伝えたかった。私は生涯あなたを愛すると。そうです、私はコルネリウス。姿は変われど胸の内は変わらずに。ただそれだけをお伝えしたくて参りました。コルネリウス様をプーカに変えたのは私の兄イングベイです。あなたが望むならあの男を許そう。コルネリウス様、あなたのおそばで償いをいたします。同情と愛情を混同されるな。もうあなたにふさわしい男ではない。この身と心を引き裂いてあなたの元から去りましょう。情けなどではありません。きっと後悔する。いいえ、コルネリウス様。ご覧なさい、あなたを抱き寄せ守る腕はこんなにも小さい。いいえ、前にも増してたくましく感じられます。あなたを招く王宮はもうない。私は今や寄る辺もない身。コルネリウス様と住まう場所ならば、たとえ屋根がなくても。どんな姿になられようと、あなたは変わらずあなたです。私の愛も変わるはずがありません。さっきまで絶望にうつろだったこの胸に希望と喜びが満ちてくる。今はいつか人間に戻れるとさえ信じられる。私は何も失ってはいなかった。ベルベット姫、誓います、私の力であなたを必ず幸せにすると。
メルセデス様、どこに行かれた？なかなかしつこいわね、ジーヤモン。お待ちなさい、メルセデス。お母様。また私の弓を持ち出して、今度はどこに行こうというの？カエル狩りです。そうね、小さな妖精を食べてしまうあの輩を退治するのは重要なこと。でもそれは兵たちに任せておきなさい。私はもっと弓の腕を上げてお母様と共に戦場をかけたいのです。メルセデス、あなたを魔王との戦いになど連れて行けはしません。嫌です。どうして行けないの？メルセデス、あなたはまだ幼い。今はいろいろと学ぶとき。この戦いの意味すら知らず戦場に憧れてはなりません。戦いの意味？我々森から生じた者はフォゾンと呼ばれる正気の源がなければ生きていけません。メルビン。フォゾンは自然界に生じる魔素。この森以外では希薄です。魔素をどこからでも集めることができる我らの宝は繁栄の源。これを狙って魔王が戦いを仕掛けてきたのです。魔王がどうして私たちの宝を狙うの？我らの宝コルドロンは魔王にも絶大な魔力を与えるからです。そんな理由で戦争を仕掛けるなんてメルセデス、その弓はあなたに預けます。その代わり私が留守をする間あなたがこの国を守るのです。わかりました、お母様。では狩りに行ってまいります。まったくあの子は理解しているのかしら。問題ですな。ご自分がどういう立場であるかまるで自覚がない。メルビン、あなたはいとこだけれどあの子には兄のようなもの。良き女王になれるよう助けてやっておくれ。身に余るお言葉。メルセデス様のお力になれるよう努めましょう。
陛下、魔王の大部隊が迫っております。我が軍はじりじり押し戻され、戦線から逃亡する者も出ております。守護竜も王大院の魔女に手こずっている様子。ここはもう持ちますまい。陛下、どうか退却のご決断。魔王が突撃してきます。なんて巨大なサイファーだ。久しいな、エルファリア。お前が見目に似合わぬ抜け目のなさで大釜に手を伸ばした時以来になるな。魔王王大、変わらず美しい。白百合を倒るようにその細首を取らねばならぬことが惜しまれる。魔法の大釜、コルドロンは渡さぬ。何でも思うまま力任せに我が物にする。その悪辣非道を天はいずれ許してはおくまい。何とでも歌うがいい。お前のまやかしの術は私には効かない。見よ、青い一つ目を。我が邪眼バロールの力を。女王、お前の負けだ。これで世は絶対的な世界の主。さあ、妖精の祈りでも済ませるがいい。姫、気を確かにお持ちください。見据えなさい。あなたはこの国の女王となるのだから。リングフォールドは間もなく窮地に立たされましょう。魔法の大釜コルドロン、あれがフォゾンを吸い上げれば我らと森の木々は生きていけない。国を立て直し、魔王に奪われた大釜を取り戻さなければならない。復讐ではなく王道を、この国を守り導くのです。幼いあなたにこんな大地を託すのはつらいけれど、あなたなら母は信じています。お母様、お別れです。メルセデス、大地を受け取れ。この命が帰る時が来た。そして天よ、死に際して名を返そう。私はエルファリア、真の名はフィンブルベトル。大いなる冬を私と共に過ぎ去れ。メルセデス様、負傷者が多すぎて病床も薬も足りません。いかがいたしましょう。
そう、あの負傷者に南の離宮を解放しましょう。魔法使いらを集め、急いで薬を用意するように伝えます。メルセデス様。ええ、お前がメルヴィンの黒い剣士か。気分が優れないので失礼いたします。魔王、国が危うい時に幼いあの方で、いとこのメルヴィン様は頼る。王女様、かつて先代女王とドワーフ族はコル敗れた我らはつぐだが、その時逃げたドワーフたちはあろうことか魔王側について。我これはこれは、陛下、エルファリア様のために戦う。ありがとう。メルセデス様は母上を亡くされてまだ日も浅い。お休みになられてはいかがでしょう。メルヴィン、でも私は。失政は私にお任せください。メルセデス様が出られては皆が混乱します。陛下が足手まといだと申すのか。めっそうもないことです。メルヴィン様、武器庫の司がご相談があると申しております。すぐに会おう。それでは失礼いたします。あいやつ、武器庫まで自由に扱っておるのか。お母様の言った通り、私何もできやしない。しっかりなさいませ、メルセデス様。不穏な空気が流れております。彼の動きが怪しい。何やらうちに野心を秘めて謀略を練っている様子。表だって動きはありませんが、このままではいけない。エルファリア様に仕えていた魔法使いに話を通しておきましょう。竜を刺激し冥界までも見渡せる名高い魔法使いベルドムに、こちらも対抗できる実力者を味方につけておいた方がよい。まさか内乱は起こさぬと思うが、先が読めません。エルファリア様亡き後、国が割れては魔王討伐どころではありませんぞ。ベルドーは森のイオリに引き下がったと聞きます。メルセデス様が足を運べば強くして力になってくれましょう。Yeah!
せいだ。オイラ飽きないやってるんだ。
ランゴボイラーはこれっぽっち品物の出る。どうしたんだ？カエル、お前のせいよ。大事なお母様の石弓を落としてしまった。俺のせいではないだろう。池にカエルはつきものだ。ああ、見つからない。どうしたらいいの？この辺には深いところもあるからな。俺なら潜ってなんとかできそうだね。でも水底の大事なものを拾ってきたなら、君は俺に何をしてくれるんだい？しないわ。お話にならないな。待って、分かったわ。カエルさんの言うことを何でも一つだけ聞くわ。お願い、取ってきてくださらない？いいぜ、約束したぞ。ぬめぬめしたいやらしいカエル、あんなやつの願いなんかたかが知れてるわ。メルセデス様、こんな沼で何をしているのです？いいところにお前を探していたのよ。忠実な魔法使いベルド、お前に頼みがあります。力を貸してちょうだい。はて、困りましたな。私めが今忠実にお仕えしている方はメルビン王でございますから。メルビンが王だなんて、間違えないで。この国の女王は私です。いいえ、まもなくそうなります。さあベリア、小さな陛下を飲み込んで差し上げろ。あ、ソラ、これだろう、落としたの。おい、あれ、
宮にお返しするわけにはいかぬ。覚悟なされよ。くらえ！なんだお前は。こいつ毒を。仕方ない、ここは一旦。逃げたか。ドワーフが作った魔石の武器か。ひどいな、私の鱗がズタズタだ。まだやる気？弓を下ろしてくれ。私に誠意はない。私はあの魔法使いの言葉に逆らえないのだ。あいつがいなければひとときの自由が戻る。ごめんなさい、わけも知らずに。私、お前に牙を剥いた私を気遣ってくれるのか。心優しい小さな女王よ、忠告を聞くがいい。花園では反旗の炎が燃え上がった。今すでに反乱は起こっている。エルピンか。すぐに行動に移すのだ。取り返しがつかぬこととなる。おい待てよ、約束は。メルセデス様、合流できてようございました。それにしても魔法使いにはすでにメルヴィンの手が回っていたとは。
様、一大事でございます。メルヴィンが政権を要求し、宮殿は大混乱に陥っています。奴の手先の魔剣使いを恐れて皆浮き足立っているのです。ご安心を。ここにいるのは皆陛下に忠実な者たちです。たったこれだけの人数で一体どうしろというの。陛下、反乱は計画的です。メルヴィンのあの手際の良さ、エルファリア様のご存命中から策を練っていたに違いありません。メルセデス様、希望をお持ちください。反対する者は捕らえられましたが、幾人かはその場を逃れました。まだ我々につく部隊もございましょう。妖精国の諸侯の半数がメルヴィンを支持し、半数は様子見じゃ。宮殿を占拠したメルヴィンは女王を捕らえる兵を出そうとしておる。こちらに着くのはエルファ。宮殿の一角に立てこもり抵抗を続けている者もいるようです。誰か何とかできないの。何とかしなさい。とんだ甘ったれだ。いつも誰かが自分のために何かしてくれると思ってるようだな。それじゃ難しいだろうよ、女王になるのなんてのはな。まずお前が立たねば誰も従うまい。カエル、お前。そうね、お前の言う通りだわ。宮殿へ戻ります。私と共に戦ってくれる者はついてきて。Fuck!
メルセデス様、お喜びください。宮殿に向かっているさ。間もなく到着するとのことです。ご無事だったのですね、陛下。私も宮殿から逃げ出してこうして隠れていたところです。何でも持って行ってください。お代はや。セデス様、メルヴィンの魔剣士には気をつけてくだされ。闇の衣をまとい、そうなったら。
Thank you.
Thank you.